はい、こんにちは、レトスノーノです。2月8日の3問に入る前に、このようなご相談いただきましたので、共有させていただきます。法律用語になれませんっていう方ですね。まあ、宅建の勉強を始めて間もない方だと、まずは法律用語、これにまず苦戦しちゃうんですよね。なので、まあ、今回はこの解決策について、別途動画、ありますので、そちらを共有させていただければと思います。この動画の最後に動画の URL、貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは問1に入ります。土地及びその土地上建物の所有者が同一で、ある状態で、土地に抵当権が設定され、その実行により土地と、地上建物の土地所有者が異なるに至ったときは、地上建物について、法定地上権が成立する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。法定地上権の成立要件は、以下の3つです。で、この3つをすべて満たす場合のみ、法定地上権が設定されます。1つでも満たさない場合は、法定地上権は成立しません。で、3つの要件って何かっていうと、1つ目が、抵当権設定時に、まず土地と建物が存在している。かつ、土地と建物の所有者が同一である。これがまず1つ目の要件です。二つ目が、土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されている。三つ目が、競売が行われて土地と建物の所有者が、異なるものとなった、別人となった。この三つが要件なんですね。ちょっと一つ一つ見ていきましょうか。で、まず一つ目なんですけども、抵当権が設定された時に、すでに土地と建物が存在している。かつ、土地と建物の所有者が同一であると。この点見てみましょう。土地及びその土地上建物の所有者が同一である状態で土地に抵当権が設定されって書いてあるので、抵当権が設定された時、すでに土地と建物はありますよね。でさらに土地と建物の所有者は同一だと。したがって、1は満たします。で、2つ目。土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されること。今回土地に抵当権が設定されているので、2番も満たしますね。土地、一方だけでも抵当権が設定されていたら OK です。で、三つ目。競売が行われて土地と建物の所有者が、別人となった。今回その実行によりって書いてあるんですけども、これ抵当権の実行です。抵当権の実行っていうのは、まあ、競売ですね。一つが競売に挙げられます。で、競売によって土地と建物の所有者が異なるに至ったって書いてあるので、3も満たしますと。したがって、3つすべて満たすから、法定地上権が設定されますよ。よって、正しいですよ、ということになります。で、今回、法定地上権が成立するってことはどういうことなのか。ここをちゃんと理解しておかないと、本試験の応用問題とか、引っ掛け問題とかに引っかかっちゃうんですね。まあ、今回の問題で言ったら、今言った3つ満たすから法定地上権が設定されて、まあ、法定地上権成立するんだ、で終わりなんですけれども、関連問題が出た時にちゃんと解けるようにするためには、法定地上権が設定される、法定地上権が成立する、これがどういうことを意味しているのかですね。ここをちゃんと理解するところまでやっておかないといけませんので、まあ、この点はですね、ちょっと長くなるので、個別指導でお伝えする流れになります。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認いただければと思います。また右上のお知らせボタンに、個別指導がどういったものなのかがわかる概要についての動画、リンク貼っておきますので、こちらからご確認いただければと思います。で、2番ですね。罰則です。宅建業法の罰則です。宅建業者は販売する宅地または建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある。丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。著しく事実に相違する表示。これは誇大広告に当たるんですね。で、誇大広告やってしまうと、監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、または兵科。兵科っていうのはこれどっちもってことですね。に処せられることがあります。なので、今回の問題は丸になるということです。で、この罰則についてなんですけども、これ覚えるの正直大変なんですよね。で、個別指導では、これについてどのように対応するかもお伝えしております。これも受講者専用のメルマガの方に記載しておきますので、ご確認いただければと思います。で、続いて問3ですね。都市計画事業においては、
都市収容法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可または承認の告示とみなしている丸か×かという問題ですね。で、答えは×です。本来は土地を収容する場合、土地収容法における事業認定を受けなければなりません。しかしですね、都市計画事業の場合っていうのは、都市収容法の事業認定、これを受けなかったとしても収容することが可能なんですね。つまり、都市計画事業においては、都市計画事業の認可または承認の告示を持って、都市収容法における事業の認定の告示とみなしているんです。今回の問題っていうのは逆になっているんですね。この都市収容法における事業の認定の告示を持って、都市計画事業の認可または承認の告示とみなしているって書いてあるので、これ逆になっているから誤りです。ちょっと無料の動画でお伝えできる内容で言うとちょっとここまでなんですけども、この問題ちょっとイメージしにくいんですね。なので、イメージの仕方だったり理解の仕方については、個別指導で解説させていただきます。で、初めにもお伝えをした法律用語になれない時の対処法について、こちらの真ん中の動画、ぜひ、参考にしてみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。